はいどうも哲学徒です。今回もディアブロイモータルやっていきたいと思います。そうですね、今回もシーズンね6が、終わりに近づいているということで、まあ、ちょっとね3日間で、まあ、今の BP の方がね1回リセットされてしまうので、少しね頑張って隙間時間を利用して、BP 稼いでる感じですね。まあちょっとね2400まで貯められるかどうかわからないですけど、まあなるべくギリギリまで頑張ってみようかなっていう感じですね。おパラゴンも352に達してきてますね。まあでも結構ね皆さん260近い、360近い方もね結構いらっしゃるんで、まあね私もちょっと頑張んなきゃなという感じですね。まあでもクランがね、あクランがっていうか、まあシャドウ後の方が一回ね、リセットされたので、まあ塚のね収入だけはねかなりあるんで、そこはまあありがたいなっていうところなんですけど、なんか火力いきなり落ちたかなと思ったんですけど、意外とねシャドウのランクのね、バフが大きいってことがなんか、まあ、久しぶりに実感されて、まあちょっとね気を抜かずにランク上げの方もちゃんとやっていこうかなと思います。強化か、はいはい、そうですね。おデーモンハンター、魂の炎か。あこれでもさデモハン用にいいかもね。おデモハンが2つ入ってるみたいな感じ。ちょっと市場に流しておこうかなまあだいぶね魔造石の方はまあ価格が落ち着いてきちゃってる感じはあるけど、まあね1000プラチナぐらいで売れるから、まあ500ぐらいの儲けにはなるのかなって感じですかね。よいしょ、ここら辺を売っちゃおう。で今いくらぐらいなのかな、1155ぐらいで出品しますかね。まあこれで売れればいいんですけどね。で、今回はですね今日のお昼ついにですね、バーガーキングのディアブロイモータルコラボの第2弾、今回は前回ね発売されたディアブロガーリックダブルチーズバーガーに加えてですね、ブッチャーをモチーフにしたブッチャーダブルミートバーベキューチーズバーガーっていうのが出たんで、ブッチャーバーガーの方をね今回は食べてみたんですけど、ブッチャーバーガーの方はね同じねダブルチーズバーガーなんですけど、ミートのねチーズバーガーなんですけど、衣がねついてるので、なのでなんだろうな、まあ、好みはなんていうのかな分かれるとは思うんだけど、なんだろう結構パリッとした食感っていうのかな、衣付きのね食感が美味しかったので、私はこれはこれでねありだなっていう感じでしたね。まあ前回ディアブロイモータルのねガーリックバーガーの方食べてない方は結構悩むかなとは思うんですけど、そうですね、まあなのでその感想あたりも詳しくお話ししていけたらいいかなと思うんですけど、パラゴンも結構上がってきましたね。ちょっとアーマー貫通力入れていこうかな。でなんかね基本的に、まあ、バーガーキングって普段から行かれる方多いかどうかわかんないんですけど、価格帯としてねちょっとね高めというか、単品で1390円でセットで1690円っていう価格設定なんで、まあ私セットでね、まあ今回も、購入してきたんですけど、
なんていうのかな、ちょっとね、一食1690円って聞くとさ、高いなって印象を持つ方もいらっしゃるかもしれないんですけど、バーガーキングってもともとの価格設定が、まあ、マクドナルドとかね、いわゆる他のバーガーショップに比べると高めでちょっと高級志向な感じのね、バーガーショップなんで、まあ、そのラインナップの中で言えば、全然ね、なんか割高な感じではなかったかなと思います。結構ね、大きめなバーガー2つ分ぐらいのね、大きさなんで、ボリュームとしてもかなりある感じなので、なんだろうな、普通のハンバーグ、かなり大盛りのハンバーグ定食食べるぐらいのね、物量ありますので、多分ね、成人男性の方でも、このセット1個、食べれば十分満足するぐらいの量なんじゃないかなと思います。で、味の方なんですけど、結構ですね、まあ、ソースが、まあ、どっちもね、なんていうのかな、辛ソースがね、かかってるような感じのものになるので、うん、辛さ的にはあんまり、ディアブロイモータルバーガーもブッチャーバーガーの方も変わらないかなっていう感じはするんですけど、まあ、そんなにでも言って激辛っていうわけじゃないので、もう、ちょっとでも辛いの無理っていう人以外だったら結構おすすめできるかなと思います。やっぱり肉とこう、辛さって結構あったりするので、なので、辛いね、ハンバーグとかそういうの好きだよっていう人は、ぜひね、食べてみてほしいなと思います。まあ、なんだろうな、特徴で言っていくと、結構ディアブロイモータルの、元々のね、バーガーの方は、どっちかっていうとこう、肉のね、肉汁の美味しさとかそういうのが、なんていうのかな、直接味わえるような感じなので、まあ、なんだろうな、特にガーリックテイストって、ガーリックフレークが入ってるっていうね、タイプなので、なんだろうな、結構香ばしい感じの、ハンバーグが好きだよっていう人は、まあ、今回再販されたディアブロガーリックダブルチーズバーガーの方がもしかしたらいいかもしれないですね。で、ちょっとこうパリッとしたね、衣がついてるのがいいとかっていう方は、今回新しく出た、ブッチャーダブルバーベキューチーズバーガーの方ね、試してみてほしいなと思いますね。お、これってさ、円環は巡るって、あ、ここで取れるのか。円環の戦利品。お、つか200もらえますね。むちゃくちゃつかがね、もらえるんでありがたいなと思ってるけど、まあ、あんまり、ここで露骨に使っちゃうのも危ないので、まあ、無駄遣いはこれに示しておきましょうかね。ちょっとレア宝石ぐらい買っとこう。まあ、シーズン終盤で、今週はね、まあ結局、3日間で 2400pp 稼げて、で、残りの4日間でね、また新しい、シーズン7バトルパスが始まるので、まあそちらでも2400ポイント稼げる。まあ、つかもね、大量に稼げると思いますので、まあ、マックスまでやれればの話ですけどね、まあ、ちょっと頑張ってやっていこうかなって感じですね。で、そうですね、バーガーキングの、今回のコラボバーガー、なんていうかな、おまけの部分がね、少し変わって、今回はですね、オリジナルのステッカーがついてくるんですよね。なので、まあ前回のね、粗品も結構良かったんだけど、まあ今回の方がなんていうのかな、長く使えるっていうかな、いう意味ではいいのかなって感じですね。
まあでもまあ本当にね、前に比べるとちょっとなんていうのか、おまけ感はすごく強いと思うんだけど、まあ11月18日から発売が開始してるので、まあ、早いとこだと もしかすると、こっちのグッズの方もね、ステッカーの方も終わっちゃってる店もあるかもしれないんですけど、うちの近くに関しては、今日、22日に行った時点ではまだあったので、まあ、あんまり都会じゃなかったら大丈夫かなと思いますね。なんか結構私とかバーガーキングっていうことの方が多いんだけど、なんか私、まあ職場結構関西の、友人が多いので、なんか関西ではバーキンっていうらしいですよね。なんかブランド品かと思っちゃいますけど、なんかおしゃれな名前、呼び方でいいなと思いますね。まあぜひバーキン行ってディアブロコラボバーガーね、頼んでみてほしいなと思います。うちは結構ね、アメリカ人の人が結構ね、たくさん住んでる地域なんで、まあ、結構ね、私が並んでた時も、ブッチャーバーガー、イモータルバーガー頼んでる人結構意外とね、いたんで、ぜひステッカーも欲しいという方はね、お早めに、お買い求めいただけたらと思います。まあね、すごくね、肉の質がやっぱりいいので、まあ、たまにちょっとこう、贅沢したいっていう感じの、贅沢な、お昼ご飯、夜ご飯食べたいなっていう時に行くのがちょうどいいぐらいの感じのメニューでしたね。まあ、でもね、全然1690円っていう値段で、なんていうかな、損したっていう感じは全然しなかったので、まあ、それはまあ、ディアブロファンだからっていうのももちろんあるんでしょうけど、ぜひね、気になる方は、早めにお買い求めいただければと思います。まあ、前回のね、イモータルバーガー、普通のノーマルのね、バーガーの方も、食べてきたんですけど、あ、これ私、ノーマルの方だけ今引いたよね。大丈夫。そう、ちょっと鍵をね、集めて、ちょっとね、377だったかな、鍵を集めるというのをちょっとやってみようかなと思ってて、まあ前々からそれ食べた方がいいですよっていうコメントはさ、何人かにいただいてたんですけど、ちょっとめんどくさくガリが発生して全然食べてなかったので、ちょっと反省してねここからしっかり食べていこうかなと思ってます。で、結構ね、ディアブロのグッズ関連って、まあ前々から私思ってたことがあって、結構ね、ブリザードさん単体も、パーカーとかね、キャップとか昔から売ってくれてるんだけど、なんかね、ちょっとデザインがね、控えめなんですよね。こう、ワンアクセントディアブロとか、なんていうか、ディアブロのキャラクターだったりとか、ディアブロのロゴが入ってるだけとかさ、むちゃくちゃね、控えめな、なんだろうな、商品がすごく多かったんで、まあ、初代ディアブロ、そしてディアブロ2にハマってた頃とかも、私もディアブログッズって実は、なんていうのかな、T シャツとか買ってたんですけど、多くがですね、ブリザードさんがまあもちろん許可を出してる、企業さんですけども、他の会社が作った、まあ、ディアブロの顔がさ、大きく描かれた T シャツとか、そういうのを買ってましたね。だから、なんかね、ブリザードさんって本体がやると、なんかすごく控えめなっていうか、まあ、ある意味で、なんていうのかな、あんまり、なんていうかな、自己主張が強すぎるような、いかにもディアブロみたいなさ、感じの、まあ、T シャツとか製品とかあんまり作らない会社なんだと思うんですけど、まあ、ファンからするとね、なんか、着ててもディアブロで、
だとわからないようなグッズよりは、なんかもう、あ、完全にディアブロっていう感じのさ、デカデカとディアブロを吸ってくれてたりしてるね、商品の方がありがたいんで、なんかね、少しね、そこはすごくいつも控えめだなって感じちゃうんですよね。で、まあ私、新年にちょっとご紹介したんですけど、まあ、ディアブロ3のね、あの、アート集とかもね、日本、もともと英語版だったものが翻訳で、今年発売。今年言ってももう、1年終わりかかってますけど、今年の初めの方に発売されましたので、それとかね、むちゃくちゃグッズとしてもよくできてて、まあ、大判の画集なんで、なんていうのかな。結構、部屋に飾っててもね、いい感じのインテリアとして、役立つという感じでね、結構それ大満足なんですけど、なんかねすごい控えめなんですよね。まあなんだろう、イモタルのコスメティックももっとド派手でもいいかなっていうところって正直あるんですよね。だからなんかこういうなんていうかな、デザイン商品とか、まあ、デザインの部分、私、ディアブロのなんていうの、キャラクターとかそういうのすごい大好きなんで、全然アンチではないんだけど、なんかもうちょっとこう、砕けてもいいかなと。ちょっと落ち着きすぎちゃってるというかさ、まあコスメティックにしてもそうなんだけど、グッズ展開にしてもね、なんかすごく控えめ。まあそもそも、なんか公式ショップ、売り込みもすごいさ、なんかディアブロのなんだろう、グッズが売ってるショップとかって皆さん見たことあります？そもそもそれを知らない日本人の方も結構多いみたいで、一応ねちゃんとバトルネットの方にあるんですけど、まあバトルネットっていうのをストアとして使うっていう感覚自体が、まああんまり、まあ昔からのブリザードゲームファン以外はさ、濃くないと思うんですけど、一応ですね、ブリザードのバトルネットって、まあ、ゲームが遊べるサイトっていうだけじゃなくて、まあ、ゲームも売ってるし、グッズも売ってるんですよね。で、ブリザードさんの、出してる、ディアブロとか、オーバーウォッチとかの、あと、ワールド・オブ・ウォークラフトとかですね。も売られてますので、まあ、気になる方はね、そこら辺もチェックしてみてほしいなと思います。まあでもね、結構ね控えめなんですよね、売り込みとかが。まあそこがいいとこでもあるけど、なんだろうな、もうちょっとこうねえ、うまい売り方があるんじゃないかなっていうのは正直ちょっと感じてはいますね。で、まあちょっと話戻すと、結構ね、ブリザードさん単体で作ったグッズとか、まあゲームメディアミックス作品というかさ、そういうものってあんまりなんか地味な感じで終わってることが多いんだけど、他の会社と一緒に共同でやってるものって意外とね、いいコラボ製品が多くて、まあ、このコラボバーガーも私結構ね、なんだかんだで楽しみながら、毎回食べに行ってるんですけど、まあぜひ、なんだろう、第2弾で終わらず、第3弾とか、忘れられし塔、ルーンおばちゃんだっけ、伯爵夫人のバーガーとかさ、出してくれてもいいんじゃないかなと思っております。で、まあ、バーガーキングの方はね、まあ、近くにある方はね、ぜひ行ってみてほしいなぁと思うんですけど、もう一つね、最近気になってるのが、皆さん、アスウスの、ディアブロイモータルと、コラボした、スマートフォンが、発売されるという情報をご存知でしょうか。なんかね、アスウスから出てるログフォン6っていう、Android の端末かなに、ディアブロとコラボした、なんていうのかな。
まあ、パッケージからしてもディアブロになってて、まあ、本体の裏面とかにね、まあ、ディアブロイモータルのね、ディアブロの姿が描かれてる。なかなか、かっこいい、スマートフォンになりますので、まあ、ちょっとこれ概要欄とか概要欄にリンクは、どちらもリンク貼っときますので、ぜひね、ゆっくり見ていただけたらなと思うんですけど、まあね、私、スマホの方では、まあ、家では使わないんだけど、まあ、外出中とか iPhone でやってるので、なんか、ちょっとね、スペック的にも少し、物足りなくはなってきてるので、ディアブロイモータル専用端末として買おうかなってちょっと思ったんですけど、まあ、ちなみにお値段の方なんですけど、12万6000円ぐらいかな、9000円ぐらいだったかな。Amazon の価格で見ると、普通のバージョンで12万9800円なんで、まあ、もうちょっと高く、まあこれ前後っていう感じの価格にはなるのかなと思うんですけど、まあね、まあ、iPhone のね、新品買うことを考えたら多少安く買えるっていうところはあるんじゃないかなと思いますね。Asus もね、まあ、だいぶ品質も良くなってきてるんで、なんだろう。Asus 製で12万って思うかもしれないけど、今はかなりいいメーカーなので、まあ、なんだろう。ディアブロイモータル専用のスマホが欲しいっていう人はね、購入を検討してみてもいいんじゃないかなと思います。まあ、スペック詳細とかも ASUS のね、まあ、公式ブログの方に載ってますので、まあ、容量的には全然申し分ないというか、まあ、ディアブロ専用というよりは、まあ、イモータルのデザインを、あしらった、コラボスマホみたいな感じなので、まあ、ディアブロファンだったら手を出したくなるかなという感じですね。まあちょっとね、私は iPhone が長いので、まあ、昔ね、Android を使ってた時期もあるんだけど、まあなんかその頃の Android ってあんまりね、質が良くなかったんで、と言ってももうね、8年ぐらい前の話なんで、だいぶ今の Android は、ものによっては、なんていうのかな、 iPhone よりも優れてる部分もあるんで、まあ私の持ってる Android 像っていうのは結構古めなんで、なんとも言えないですけど、まあね、 iPhone も慣れちゃうと iPhone 楽になってきちゃうんだけど、まあね、価格とかもろもろ考えると、なんかそろそろもう一回アンドロイドに戻してみても悪くないかなと思ってるんで、まあね、機会があったらこの ASUS の端末もね、ちょっと見て、実物見てみたいですけどねまあなので、こういうね、コラボグッズっていうのは結構ね、毎回どんなの出てるかなってチェックしてるんですけど、ついにイモータルスマホが出たかと、ちょっとかなり詳しくチェックしてみたんですけど、まあ性能的にはまあ今の最新スマホとの ラインナップに並ぶぐらいの性能なんで、まあね、まあそれにしては ASUS 製なんで少し安めにはなってるので、まあちょっとぜひね機種交換を考えている方は、まあ、候補の一つとしてね、入れてみてほしいなと思います。まあ、買った方とかいらっしゃったらね、ぜひね、コメントで感想とかも教えていただきたいんですけど、まあ、パッケージもね、イモタルあしらったものになってて、あと、なんだろう、スマホケースとか、あと、SIM カードの、差し替えピンとかね、そういうのも全部イモタル仕様になったもの。発売されるそうですので、ぜひ、ね、そちらの方チェックしてみてほしいなと思います。まああれなんでしょうね。
結構今回のイモタルバーガーもそうだけど、あんまりなんだろうな、うん、まあ自分の年齢が上がってきたっていうのもあるんでしょうけど、あんまりこのゲームのコラボグッズっていうものをそのものをさ、どうしても欲しいみたいな強い思いみたいなのがね、最近あんまりなくなってきちゃってるので、まあ持ってなくてもなんか、あ、これかっこいいねとかさ、これセンスいいねっていうぐらいで終わっちゃったりとかすること多いんで、まあね、まあステッカーぐらいはどこかにね貼りたいなと思ってますけど、うん、ねえ、なかなか難しいですよね。多分ディアブロのデカデカとディアブロが描かれてる T シャツとかさ、まあ昔はまあ着れたけど、今とかだとね、まあバーベキューの時に着るぐらいしかないかな。なんていうのかな、まあ難しいところではありますよね。なんか最近まあちゃんとしたさ、こう襟付きの服とか着て、まあ人前に行くことが多いんで、そもそもさ、T シャツ自体、なんていうのかな、寝巻きとかそういうので以外でさ、あんまり着なくなってきちゃってるから、そこもねあるんですよね。私まあスーツを着ない仕事なん、まあスーツをしない 着ない仕事っていうのも変だけど、普段スーツはあまり着ないので、まあその分なんていうのかな、まあ襟のあるね、なんていうのかな、まあシャツで上着を羽織って、仕事してることが多いので、なんていうのかなプライベートでもそのままでさ行けちゃうから、あんまりT シャツそのもの着なくなってきたっていうのが、まあ30後半になって、まあ、ふと気づいた自分のファッションの変化ですね。うん、まあもちろんなんだろうな、ちょっと体を動かすようなことをするときは T シャツとか着るんだけど、あの人と会うとかさ、そういうときにはほぼ着なくなっちゃってるから、そこがねふふ難しいとこですよね。そういう点ね、なんかホリエモンとかすごいなと思いますよね。いつも T シャツ着てるじゃないですか、あの人とか。これ別にホリエモンディスってるわけじゃないけど、なかなかね、あの年代でああいうラフな格好が似合うっていうの、かっこいいなと思いますけど。そう。いやまあなんでしょうね、やっぱ当たり障りが、なんかこう、冒険は仕事の上ですればいいかなと思っていて、だから、まあ、見た目とかね、そういう部分ではまあ無難なものを選びがちになってきてるんで、なかなかね、コラボ T シャツとか、まあ、買ったところでみたいな感じにはなってくると思うんですけど、まあでも派手なね、まあ、デカデカとディアブロの顔が印刷されたパーカーとかそういうのあったら、なんだろうな、まあ、私このチャンネルでは特に顔出しとかしてないんだけど、もう一つのチャンネルでは、まあ、私の相方と一緒にね、顔出しで、生配信とかしてるんで、まあでもそれね、ほんとね、高校生のための受験のチャンネルなんで、多分ね、このチャンネルのに視聴者さんは誰一人として興味がない可能性が高いので、あんまりね、そっちでディアブロ T シャツ着てもって感じではありますけど、まあ、もしなんか、そういうディアブロ T シャツを着て配信をするチャンスがあったら、まあそういうグッズもありかなっていう気はしますよね。それを。私なんか前に、YouTube の YouTube スタジオ、まあ YouTube
YouTube って1万人以上の、登録者がいると YouTube スタジオっていうね、東京にあるスタジオを使うことができるんですけど、まあそこでまあ前にもらった YouTube のさ T シャツとかさ、そういうのはあるんですけど、なかなかねなんかなんだろう、おじさんが白地に YouTube って書いてある T シャツ着るとさ、なんとも言えない、なんだろうな、気恥ずかしさがあるんだよね。だからなんかもらってその場でこれいいですねって言いながらさ、つけた以外はさ、つけたこと一度もないんだけど、うん、あれもなんかね、有効活用できたらいいかなと思ってるんですけどね。そう。あ、ちなみに12月10日私ね、教育系 YouTube の方になりますけど、YouTube アカデミーの方でね、少し、まあ、これからの YouTube の、伸ばし方のコツみたいな話。まあ、でもそれ教育系 YouTube の話だから、このチャンネルの視聴者の方とあんまり変わらないかもしれないんだけど、教育系 YouTuber のね、講座の方を担当しますので、まあ、もしね、これ見てる教育系 YouTuber の方がいたら、ぜひ、ね、当日お会いできるのを楽しみにしております。まあ、またなんだろうな、この雑談動画のテーマとして、その、YouTube クリエイタースクールでどんなことを教えてるのかとかね、そういうこととかもお話できたらいいかなと思ってますね。もともと実は私本当にね、このチャンネルはあくまでも、なんていうのかな、ゲームチャンネル、遊びのチャンネルとして作ってる部分が大きくて、もともとは、まあ、大学受験と、あと、まあ、私、まあ、本業が哲学の研究者なので、まあ、哲学を一般の人に分かりやすく伝えるようなね、動画なんかを撮るチャンネルの方をメインで、てますので、まあその関係でね、ちょっと YouTube さんとお仕事をさせていただいてるんですけど、まあ機会があればね、来ていただけたらなと思います。多分ね、ゲーム系部門の方がね、皆さんがご存知のね、配信者の方多分来て、まあ私の拙い話ではなくて、ね、もう私はまあクソ真面目な話してるんで、まあ教育系のチャンネルをやる上で守らなきゃいけないこととかね。あとまあ、なんていうかな、コラボのやり方とかね、そういうこととかお話ししてるので。まあそこら辺はまたおいおいと、お話しできる機会があればいいかなと思います。まあちょっと今回は、まあ、もうまた、例に漏れず、最後脱線してしまいましたが、ディアブロイモータル、コラボバーガー第2弾と、あとね、アスースの方で、コラボスマートフォンの方が発売されるようですので、ぜひ、ディアブロイモータルグッズが欲しいよっていう方は、チェックしてみてほしいなと思います。どうも今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。